くずふとは、くずのセミを紡いだ糸から作られる織物である。くずの鶴を煮て、水にさらし、発酵させた後に繊維を取り出し、これを生んで、くず糸にする。横糸と縦糸の両方に、くず糸が用いられているもののほか、縦糸に絹や、麻、木綿の糸を用いるものもある。くずの鶴を薬品で溶かして、繊維分を取り出して、 機械で防石した糸で織られた製品もあり、くず粉を取った後の繊維を糸にしたものを用いる場合もある。古代日本においては、庶民の被服や上流階級の毛布などの材料とされていたが、今日では、襖張りや壁張り、表層や層盆用の布などで用いられることが、ほとんどである。静岡県西部の掛川市の周辺で作られている、くず粉は、縦糸に木綿、麻。 絹などを使い、横糸をよりをかけないクズの平内糸で織ったものである。江戸時代には、芭蕉布やさらし布と並んで、掛川の名産だったことが、和漢三歳図に載っている。九州地方でかつて織られたものは、縦糸、横糸ともよりをかけたクズ糸である。古式島では、クズたなし、唐津市では、すけしくずフとも呼ばれる。香川県や新潟県。 島根県などにも作られた記録がある。繊維の利用は古く、新石器時代には使われていたとされる。中国のチャンスーショークレ県、わらじやまい石からクズフが発見されたほか、論語にもクズフの記述がある。また芝千の式にも、夏の衣としてクズ衣が用いられたとある。1996年に再建された、掛川城の復興天守の最上階の襖には、 地元産のクズフが使用されている日本では古墳時代前期に九州の太宰府にある勝負が裏古墳で鏡に付着したクズフが出土しこれが日本最古のクズフと言われている奈良時代にも小僧院文書にクズフの盗難届が出ているほか万葉集にもいくつかクズフを読んだ歌がある平安時代には養老律令の演技式にクズフの染色方法が載っていて 平家物語にも、くずふで作られた袴を刺す、くずばかまが、しばしば描写されている。江戸時代には、くげのひたたれ、かりぎぬ、ぶしのじんばおり、かみしも、かじばおり、どうちゅうぎなどに用いられ、えんしゅうかけがわがその特産地として、有名になった。明治にし後は、ぶしやくげによる需要がなくなり、かわって輸出用の壁紙を生産するようになった。戦後は、 外貨獲得の輸出産業として掛川地区を中心に発展した。しかし、韓国が国策としてクズふ壁紙を取り上げるようになると、日本の製造業者による市場占有率は減少した。転廃業していく業者の中で残った数社が現在もクズフを生産し、掛け軸やハンドバッグなどの民芸品、すだれやシェードなどのインテリア、 帯地やき弱、洋服などの副食品として販売されている。クズフができるまで、大井川クズフ、2013年9月5日閲覧。クズフとは、大井川クズフ、2013年9月5日閲覧。木綿以前のこと、柳田国夫岩波文庫エビ絹の東電、布目順朗小学館ライブラリー。ありがとうございます。